はい。楽しい海洋生物学。今日はですね、脊索動物についてお話をしていきます。その中でですね、原作動物というものについてさらに詳しくお話をしていきます。脊索動物という仲間はですね、例えばこういった頭作類、微作類、それから脊椎動物、この3つから基本的になっていきます。 まあもう少しね、詳しく説明していきますけども、脊索動物門、なんで脊索動物門というかというと、これが体の基本的な、まあボディープランということになるわけですけども、えー、体のですね、前から後ろまでですね、一本の棒みたいなもので体を叩いている。これを脊索というわけですね。で、えー、餌の食べ方はその下にあるカゴみたいなエラでですね、食べているというのが基本的な形になります。 で、それは大きく三つに分かれていく。三つのアモンに分かれますけども、盗作動物アモンというのがあって、これは積作を持っています。で、ナメクジの仲間がこれに入ります。次は美作動物アモンというのがあって、これも積作を持っているわけですけども、えー、この中にはホヤの仲間ですね。マボヤとかシロボヤとかが有名ですよね。それからタリアコウというのウミタルというのとかですね、サルパの仲間がいます。 それから、おたまぼやというのもまたね、面白い生き物がいます。で、これら二つを含めてですね、まあ、あの、従来は原作動物という名前、読み方をしていましたが、最近こういった原作動物という言い方は言いませんけれども、まあ、これはなぜかというとですね、この、積水動物アモンというのがあります。これはさっき彼らが背骨持ってます。 で背骨を持っているものと脊索を持っているものということで大きく2つに分けてこの盗作動物と微作動物を分けて原作動物というふうに言ってたわけですねまあそれはそれで1つありますそれから背骨を持った動物ですけども最初一番原始的なものは例えばヌタウナギとかですねヤツメウナギというような顎のない魚 が、えー、最初に、現れますね。背骨は持ってるんだけど、顎がないという形ですね。今度は魚の中でもですね、顎のある動物は2つ現れます。1つが軟骨魚類、もう1つが甲骨魚類ということですで、軟骨魚類は体が軟骨でできているお魚たちで、バンサイ類、いわゆるサメとかエイの仲間ですね。前頭類、銀ザメの仲間。 から、甲骨魚類、体が甲骨でできている、えー、お魚たちで、上気類、これは私たちが普通見るヒレをね、普通のヒレを持った魚です。から、肉器類というのは、ヒレの根元に骨があるお魚たちで、シーラカンスとかですね、灰魚の仲間がこれに含まれます。この肉器類の中から陸上にあ、あの、上がるものが現れるわけです。で、それは最初に現れるのが両生類の仲間になります。 で、彼らは主に淡水で、こう、生きているわけですけども、中にはですね、海に来ているものもいて、カニクイガエルなんていうのが、えー、両生類ね。でも海に海生海あの、海洋生物になりますね。それから、爬虫類についてはですね、ヘビのウミヘビとかですね、トカゲ、ウミイグアナですね、あとワニでもイリエワニなんか書いてますね。それからカメでもウミガメ、そういったものが海に入ってきます。それから、鳥はですね、やっぱり最初ペンギンですよね。 えー、これは海に入ります。それから、海の中には入らないですけど、カモメとかカモとかですね、それからシギチドリなんかが海でね、暮らしています。まだまだ色々なね、ものが海で暮らしているかと思います。今度は哺乳類ですけども、哺乳類はですね、クジラの仲間 それから海牛類、ジュゴンとかマナティーですね、棘脚類、えー、アシカ、アザラシ、それからラッコね、そういったものが海で暮らしている哺乳類になるかと思います。それではですねこの原作動物について今回はね、詳しく説明していきますけども、その中のトウサク動物アモンですけども、先ほど言いましたナメクジオの仲間です、こんなような仲間ですね、で彼らの特徴というのは魚とよく似た形態をしていると、2属30種があります。 で、剣蛇物食性いわゆる、えー、まあ、あの、泥の中とか水の中の、えー、小さなものを腰取って食べていくということね。これは頭から、あの、おっぽにかけて一生ですね、この脊索というものを持っているということですね。で、目とか頭の骨とか心臓というのはないです。で、ヒレはおびれのみなんですけども、 あの背中の部分とお腹の部分にひれのような形の構造はありますということですで最も脊椎動物に近い分類群だということになりますけどもでとあのこれは原作動物なんだけど脊椎動物に近い分類群要はピカイアっていうのがこうカンブリアキに現れてますけども、まあ、それにね非常に似た、えー、生き物だというふうに言われております今度は微作動物アモンホヤの仲間になりますけども まあ約1500種、大部分はホヤの仲間ですね。で、えー、この、えー、これ、孫ヤですけども、ほとんどはろ過装置を備えて、剣濁物色生ということです。これだけ見てらわかりませんので、えー、これをちょっとこう断面図みたいな図解がありますけども、こういった形をしています。ちょっと説明していくと、 体の表面にはですね、入水口と出水口が上向きにつくということで、これが入水口、これが出水口、ということです。じゃ、この入水口の真下にですね、エラがあるわけですね。才能というふうに言いますけれども、ここの部分になります。で、この部分で、えー、入ってきた水から餌をこし取って、えー そのね、あの、染み出たものが出水口から出ていくという形になります。で、えー、腰取った餌を、えー、胃に運ぶという形になるかと思います。で、今度は彼の特徴は体の表面をですね、えー、こう、非能と言われるですね、もので覆われてるわけですけどその成分はですね、植物と同じセルロースでできているというのが特徴になります。 これ、非能ですね。で、じゃあ、このホヤというのがなぜ、脊索動物なのかということですけども、実は、妖精の時はですね、すべて脊索を有している。だから脊索動物だということです。これがホヤの妖精ですね。ここに脊索があります。これ、図解で見ると、こんなもので、ここが脊索になりますよ。で、 この、えー、微作動物門の中ですね、お玉小屋というのは一生ですね、この、えー、石を持っているんですが、それ以外のものは、この幼生の時代に脊索あるんですが、親になると、えー、石がなくなってしまう。ですから、親を見た場合、生態を見た場合には、どうして脊索動物なのと思うような生き物だということになります。 この自作動物はもんですけども、えー、どんなものがいるかというと、固着性のものと遊泳性のものがある。まあ、先ほどから見てきたホヤというのはこう固着性のものですけども、遊泳性のもの、これはサルパですけども、こういうふうに海の中漂っているものもあります。それから、単体で生活するものと軍隊を形成するものがいるということで、先ほどのホヤはね、普通に単体ですけども、これ、 ね、ま、んじゅうぼやって言うと、これ早まで見つけてるんですが、石の上にびっちりなんかついてますけど、これ一つ一つがですね、すごいちっちゃなホやが、こう、びっしり周りにくっついているということなんですね。じゃ、この、えー、彼らどうやって増えるかというと、軍隊を形成する種類というのはですね、無性生殖を終わって、自分のクローンをどん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 増やしていって、こういう形になっていくということです。ですから、この小さな点々みたいな二つずつがですね、一つのホやになるという形になります。 で、えー、この、どんなものがいるかというと、ホヤこですね。単体ぼやと群体ボヤがいます。から、タリヤこがウミサルとオサルパ、サルパの仲間です。オタマぼやはオタマぼや類がいます。でもう少し見ますね。ホヤこの単体ぼや、これさっきのマボヤみたいなものですね。それから、これは葉山で目やベニぼや。こんなようなものがいますね。 それから、こんなもんいます。ね、これは、あの、大口ぼやといって、変な生き物みたいな形で紹介をされていますよね。深海のホやです。から、この軍隊ぼやですけども、これは葉山の海で見つけた、この板ぼやって言います、ね、血のりみたいな、べたっとしてますけど、これ、軍隊ぼやなんですね。で、これがさっきのまんじゅうぼやです。 今度はタリア湖ではサルパとかウミタルとかいるわ、これがサルパですよね。ウミタルというのはこのタルみたいな形をしているのウミタルというふうに言います。今度はオタマボヤですね。オタマボヤというのはこんな形をしていてですね、一生この積索、えー、があってこう泳いでるんですね。じゃあこのこれだけで泳いでるかというと、実はですね、こういった 大きなケースの中にですね、あの、おたまぼやが泳いでいるという形になりますね。えー、非常に面白い、あのー、生活の仕方をしている生き物になります。ね、以上ですね、楽しい海洋生物が積石作動物の中の、特に今日はですね、原作動物についてお話をしていきました。